ファンドマンの日常。今日も始まりましたファンドマンの日常。 ABF キャピタルの代表の熊原です。同じく取締役の伊達です。取締役の中野です。取締役の蔡です。これね、やり始めるともうすぐあれ新しいポケモン発売じゃん。へー、あ、なんか出るんだよね。そう、ま、それをちょっとみんなでやるっていうのもあり。そうそう、スイッチ買うとこから始めないか。あ、マジ持ってないの？だからうちスイッチも任天堂じゃないわ、あのプレイステーション4も5持ってないで。じゃあ、あの、最後に持ってた機種は、ニンテンドー64とプレイステーション2だからね。やっべえじゃん。64、懐かしいね。中学校卒業してからゲーム機1個も買ってない。え？もう中学校の時、ね、リネージュっていうオンラインゲームハマりすぎて引きこもってたから。じゃあ、11月18日に発売されるから、次のやつはみんなでやろう。こういうのやっちゃうとハマっちゃうんだよな。でもね、付き合い方ですよ。うまい、うまい付き合い方。うん、それまだ俺学んでないから。まだ学んでない。特にうちとか、あの、15歳の時にそれを卒業しちゃったから、今、体制がない。ハマった時でやばいかもしれない。そう。でも、アルセウスは、例えば、ソードシールドのセーブデータがあると出てくるポケモンとかもあるから、一応、過去の作品をやってるかどうかでも出てくるポケモン変わってきて、そう。それも楽しい。あとなんか、落ちてるものをすべて散らばってるのは、なんか100何個あって、それを全部いろんなところで集めると。飛行ポケモンで主人公は空を飛んだり、水の中行ったりとか壁登ったりとか、いろんなのがその空を飛びながら、夜だとこう光って見えるか、夜こう空を飛びながら探すとか、いろいろ面白いアルセウス。なるほどね。ちょっと皆さん、自分をポケモンに例えると、うん、おこれ難しいね。なんだろう。じゃあ、イーダーシップから。ちょっと考えたいんだけど、こういうやつっていうのはあるんだけど、だからそれがどのポケモンに当たるのかちょっと今分からないんですけど、考えてるんだけど、我慢使ってきそうだけど、我慢俺がと。そう、確かに。なんだっけ、我慢使う格闘タイプだよね。いや、なんかイワークか、イワークか使ってきた。あ、難しい。こういう時、伝説のポケモン言えるようになりたい。確かに全くその発想なかった。ミュウツーって。ライコモ。ライコモ、懐かしい。自分のことフーディンって言えるようになりたい。IQ、IQ、IQ なんだっけ、なんか10万で。IQ、そうそうそう、IQ。逆にタックンから見たら、まあ、どうなの、うん、?3 人。これっぽい。マジ確かに。あ、それいいね。自分ではね、難しい。難しいよ。おー。難しいな。選択肢が欲しい。なるほど。じゃあ、初代、151択。初代、ちょっと、初代のポケモンリスト見るわ。ああ。それ見ながらの方がいいな。そうだね。ロジックは置いといて、うん、今、パッと上からざっと見てて思ったのは、うん、クマはちょっとカメックスっぽいな。ああ、なるほど。でかいし。あ、ぽいぽいぽい。ちょっとカメックス。ハイドロポンプする。背負ってそうだし。あれ、顔の形カメックスだわ。ゼニガメだった時期もあんだよ。カメックスはすげえ、なんかわかるわ、うん、カメックスっぽいよ。そう、伊達ちゃんはいくつかなんかパッとそれっぽいのあるなと思ってるんだけど、うん、コダック。コダック、あ、うん、コダックはでもね、インターン生にいるからね。あ、なんかいたな、確かに。あとはなんか、なんとなく毒タイプっぽさもあるよ、ね、あるあ、マタドガス。マタドガス、確かに。すごく入っちゃう。アハボックとか。で、サイ君は、なんか、いくつか、系統、なんか、俺の思う系統であるとすると、うん、ストライク。ああ、ストライクっぽい。ストライクっぽい。ストライクっぽい。影分身っていう。ああ、切り裂くね。サンダース。あと、エビワラっぽい。エビワラ、エビ格闘家。エビワラっぽい。それをインターン席に。同じ。格闘タイプいるからね。なるほどね。シードだとか。ああ。そういう感じだよ。シードが一番マイナーな気がするんだ。伊達ちゃんオムナイトっぽいな。オムナイト。目クリクリだし。伊達ちゃん色白だし。プクリン、プクリン。あ、プクリンもいいね。いいじゃん。プクリン、そのマスコット。いいね。プクリンちょっと可愛すぎない。大丈夫。全然可愛いから。大丈夫。あ、プクリンね。確かに。伊達ちゃん。全然プクリン感ある。うん。タックンどれだろうね。ニドキングっぽいけどね。ニドキング確かに。
俺だけユンゲラーって感じ。ちょっとまだ、誰か交換してほしい。進化してる。進化してる。ユンゲラーは面白い、なんかサイクンっぽいけど。あ、ほんとに？そっか。面白いな。カブトプスじゃない、カブトプス。カブトプス。カブトプスあれなんだね、その、打撃系なんだね。あ、でもそうかも。ニョロボンとか。ニョロボン。そっち系。俺の中の自分の印象としては、うん、なんか、HP が高いというよりは、特殊能力かなんかで回復をしていくタイプ。あユンゲラー。ユンゲラー。自己再生。ヤドミガみたいなのを。ああ。人デマン。自己再生。自己再生。壁が眠る。ああ絶対なんか。いや、眠ってないから、ね。眠ってないから、ね。進化系じゃないですか。スターミーとか人デモンとか。進化しきれない。伸びしろしかない。伸びしろしかない。そうね。ちょっと伸びしろを生かしていくか。いや、でもね、ポケモンといえばね、ポリゴンショックとかってすごい。あー、懐かしいね。あれはめちゃめちゃ悲しんでたわ。しかも。あれしかも、あれピカチュウなんだよね、ポリゴンじゃないから。ピカチュウの電撃のせいで、でも、正面にいたのがポリゴンだったから。ポリゴンショックと呼ばれて。ポリゴン仮釈放の話。あ、そう、出たんだよね。アニメについにポリゴン。ポリゴン仮釈放ってなってて、そのなんか、ポリゴン自体が出たんじゃなくて、なんかデバイスみたいなのが、なんかちょっとポリゴン型みたいな感じになってて、で、それでなんかツイッターで、ポリゴン仮釈放ってなってます。ポリゴンさん、服役19年目突入。全国の子供たちにね、ショックを受け与えたからね。確かに。熱い風評被害だ。そう、ポリゴン借りちゃうか。いや、ポリゴンね、かわいそうに。完全にとばっちりだからね。ね、でもピカチュウだったら大変なことになったからね。ピカチュウ19年ね、よく言ってたら、服役させてたら、ちょっとポケモンが、うん、終わってた。終わってたの。ここまで広がってなかったかもしれない。うん、なんか、ちょうど入院してて、見えなかったんだよ。で、なんかポリゴンやばいらしいっていう話を。うんしかも、俺も、うちの場合は、田舎にいたから、ルイなんかいたから、時間帯とかがずれるんだ。そう、一周とかもずれるから、そう、東京とか。だから、放送しないそう、東京とか大阪の人が見てたやつの一週間遅れぐらいでは見てたから、多分、もっと遅いかもしれない、もしかしたら。で、テレビで放送されてたから、ポリゴンショックで出ちゃって、放送なくなっちゃって、なんか、えってやって、もう毎週欠かさず見てたはずなのに。幼い頃のたっちゃんがショックを受けた。そう、その頃、ショックを受けて、そのからあれだよね、もう、こち亀とか何でもかんでも、なんか、部屋明るくして離れて見てねっていうのが。あ、そうそう、ね。まだやってるもんね、ずっと。そう、それが。そう、今、ウィキールでも関係ないのに、こうやって見ても別に多分、あんまり目に刺激ないはずなのに。今、ポリゴンショック流したらどうなの？でも多分、あんま影響ないじゃん。あれって、どうなんだろう。有機イレルとか。ポリゴンショックって今見てもやばいのかな、俺。ね。一回見てみたい。YouTube にあんの？あんのかな？あったらさ、あるけど削除されそうだよね。さすがに。かなり社会問題だった。うん。でもめちゃくちゃ前だから、ないの。あった。閲覧注意、ポリゴンショック。ほんとだ。あー、まあまあまあ、わからんでもないな。赤と青と交互に。結構なチカチカだね。うん、確かに。しかも完全にポリゴン関係ねえって。ポリゴン乗って逃げてるだけやだから。改めてポリゴンショックってか初めて見るわ。俺も初めて見た。これ放送されなかった。俺も初めて見た。これ冤罪だな。かわいそう。あ、これ確かに。ちょっとね、チカチカ。これ確かに、チカチカするね。そう。ちょっと。ポリゴン関係ないって言っちゃう。ピカチュウがミサイル破壊したせいで。ここだ。このシーンに。ピカチュウ。ポリゴンかわいそうに。でもすごいよね、うん、これ、はい。これで全国のさ、うん、子供たちが。すごい。確かに。ユリゲラーのあれみたいだ。時計壊れるみたいな。知ってる？え、時計壊れるは知らないけども。ユリゲラーなんかなんだっけ？あ、じゃあ、壊れた時計が治りますみたいな、ね。テレビの向こうのあなたの壊れた時計が治りますみたいな。やったら実際治った人がもう続出して。マジで？でもなんか確率計算するとみたいな。確かそんな話だったけど。ね、だって1万人に1人の可能性で起きることが、ね、日本だと毎日1万人に起きてるわけだからね。そうね。1億人いるから。確かに。だから1万人に1人の奇跡って毎日1万回起きるっていう。おぉ。1億人に1人の奇跡でも日本では1回起きてるはずだからね。そうね。アメリカでは3回起きちゃう。補足までにしたい。補足まで。アメリカだと3回で。今4回なのかな。アメリカ今人口何人だったかな。4億なってんのかな。でもあれでしょ、正確に
ちゃんと確率を計算すると違うよね。そうするともうちょっとね、あの、緩くなる、ね。だから1億分の9999万の、うん、の何乗。だから、1-n 分の1の n 乗の極限だから、うん、e 分の1に収束するから、うん、意外と3分の1ぐらい、3分の2ぐらいの確率で、3分の1ぐらいの確率で全回避するんだよ。うん、っていうのを、この前、そう、ただ 50% に達するのも序盤で達する。ああ、そうです。だから、まあ、いけるっしょって。いや、でもね。ポケモン、すごいコンテンツだよね。うん、なんか、俺、そう、なんか、就活の時になんか一回受けようかなって思ったけど。任天堂株式会社ポケモン。いや、もうじゃあそっち。確かその時4兆円とか書いてたけど、その4兆円市場みたいな。いや、すごいよな。なんかディズニー覚えしちゃってる。全員覚えてるんだもんな。確かに。こぞって、名前を。そうだね。4人、5人4人が4人とも、少なくとも150匹だと思うよ。そうだよね。ね、ある意味、やけくそになるのは大事な気がするけど、もう、どうにでもなれっていうので、ポケモンとか結構なんか作ったの、もうやけくそ的な感じじゃなかった。ファイナルファンタジーと一緒で。もうどうにでもなれみたいな感じで、結構なんかそんなちゃんと作ったものじゃなかった気がするよね。でも結構ボリューミーだった気がする。だって、ジムあって、天皇あって、で、ミュウツーのエピソードとかも、あんなね、頃からパンパンなんじゃない？でもあれ。ポケモン以降の大ヒットって何があんのかな。なんだろう。ポケモンクラス。一瞬妖怪ウォッチがそこに行きかけたよね。ああ、うん。その前とかの登板だけ、ムシキングとか。ムシキングとか。なんだろう。これポケモン級ではないか。うん。ポケモン級に流行ったもの。動物の森とかもめちゃめちゃ流行りかけた、うんうん。ああ。でもやっぱポケモンバタだよね。デジモン。デジモン。遊戯王じゃん、遊戯王。遊戯王はまあ確かに。けど俺遊戯王はあんまり。マジで。子供たちがみんなやってるみたいなのね。たまごっち。たまごっち。前だね、ポケモン前よね。なんだろうね。もう今、まあでもパズドラとかモンストとか、そういうアプリ感じになるんじゃない？だし。みんなやってるのかな。今はもうさ、無限にあるじゃん、うん、選択肢が。だから、生まれにくそうだよね。うん、そういう、今更。みんながやってるからやるっていう、うん、そもそもその考え方すら今はね、あんまない気がする。選択肢がないじゃん、当時って。そう、まあそれに、あれだよね、今ネットで繋がってるから、そうそうそう、地域で一人だけしかやってないものでも世界中で、ね、そうそうそう、何万人もいるから遊べちゃうね。昔は、それやってないと遊べなかったから、ね。地域で遊べるものじゃないといけなかったから、全員が同じもので、なんか地域で入れるよね。なんかあの、ポケモンカードが流行ってる地域と、遊戯王が流行ってる地域と、マジック・ザ・ギャザリングが流行ってる地域とみたいな。うちの地域はもう完全に遊戯王持ってないと、もう友達と遊べなかったけど、みんな遊戯王してたから。確かにね。デュエマスが多かったけど。で、そう。シンガポールはみんな遊戯王だって。シンガポールのコンビニで遊戯王カード売ってたの。そうだな。何もしても遊戯王だったかもしれない。じゃあ俺も遊戯王だったけど、俺がやってなかったから。俺が気にしてなかっただけ。遊戯王みんなやってたよね。私遊戯王も一定の早さ気がする。そう、遊戯王こそあれはもうなんかさ、いろんなところ行ったり来たりして最終的に落ち着いたって感じだよね、うん、あの漫画とか読んで。でも今すごくない、ね、プレミアとか、うん、ね、そういうやつ。そう、今なんかカードがすごいよね。そう、小さい時に持ってたあのカードリスト今売ったらいくらになるんだろうって思っちゃう、うん、ねえ。ポケモンカードもめちゃめちゃ高いよね。あ、高いな。まだ一課金が500万、違う、うん、リザードンの本当にになんかね、1000万とか、なんか、ね、あれ、動画で上げて、ヒカキンヒリザードンってやると出てくる。へぇー。家ひっくり返すとなんかあるかもしれない。お宝が。うちもあの、マジック・ザ・ギャザリングのカードも結構買ってたから、あれとか5000万円だ。へぇー。1枚5000万円のカード。ヒカキンが買ったリザードン。やば。5000万。あの、うちなんかカードで高いの有名なやっぱマジック・ザ・ギャザリングの初期のブラック。そう、ブラックローダスとかね、あれ、世界に7枚しかないですね。1億円以上するけども。遊戯王もなんかあったよね。なんかそういう超レアみたいな。ああ、当時でめちゃくちゃレアみたいなやつ、うん、どうなってんだろう、ね、確かにね。やばいね。多分カオスソルジャー。大会、あの、ね、第1回の遊戯王大会の優勝者持ってたはずのカオスソルジャーとか、確かとんでもない値段って気がするけど。カオスソルジャーがなんか黄色いやつで。そう。あ、でも、9億。9億やば。あ、そう。9億。カオスソルジャー、ステンレス仕様で。世界に1枚しかないやつ。9億9800万。すごい、ブラックロータスみたいな。すごいなぁ。でもこの市場を作り出したのは、すごいなぁ。9億9800万とか、スーパーみたいな、ね。多分これでも値段上がるっぽいでね、うん。これにハマってた人たちが今我々世代が社会の中心になっていくと、ね、その中の誰か一人はバグった金持ちになるから、ね、あの子供の時欲しかったあれみたいな、欲しくなっちゃうよな、ね、こういうのやりたいな。確かにレアカードいや、こういうの元締めに
になったらやばいね。作りたいね、うん、俺この前マジック・ザ・ギャザリングの一時期話題になってさ、うん、なんか一昨年の頭に発売したカードでゴジラが書いてあるやつで、うん、死のコロナビームって、あコロナ流行る前に作られたカードで、そう死のコロナビームって言ってその姿でコロナが流行ってさすがにこれは不謹慎なんじゃないかって発売中止になったカードがあってそれ持ってるそれいやすぐその瞬間に買ってで当てるまで引き続けたら出て死のコロナビーム、それ絶対プレミアつくんだよ。そんな高くないんだよね。今はまだでしょ。それが50年とかだったら。ああ、確かに。それぐらい出すと分からんよ。当時のあれを知るカードがある。そう。死のコロナビーム。めっちゃ面白かった。死のコロナビーム。いや、まあ、面白いとか言っちゃいけないですけどね。うん。まあ、確かに、うん、カードゲーム。でも今後は本当にカードなのかな。まあでもカードはカードの良さあるけどね。ボードゲーム未だにやっぱり流行ってるし。まあそっか。子供たちはでもさ、カードなのかな。やっぱり子供たちにやっぱコレクション要素が絶対必要だね。うん、流行るためには。間違いなく。まあでもコレクションは今ね、大人もあるから。コレクション要素があるものをやっぱ開発するべきだ。食かけるコレクションってあるの ?100 店舗展開して、みたいな。やりやすいだろうね。という感じですかね。まあ、ポケモン11月18日、ぜひ皆さん買ってください。スイッチ買わないといけない。まあ、スイッチ。私はスイッチは絶対買った方がいいよ。3人ぐらいやってないわ。スイッチ。俺もしばらくやってない。嘘。柔らか頭マジックとか面白いゲームいっぱいある。みんなで桃鉄したいね。桃鉄したいね。あれなんか一回やった。一回やった気がする、そこで。そう、これ。スイッチ、オフィスに、スイッチ、テレビにつなぐようなやつもあるもん。あ、そう。俺は持ってきたやつ。そうか。今度持ってくるわ。なんか。コントローラー6個あるんだよね、ちゃんと。何か、キリがいい時に一回やろう、うん。やろう。それはそれで。という感じで、いつかじゃあ、11月18日になったら、ポケモン全員。またこの回。またこの回。この回。どうなの？今、バッチ何個みたいな。そうそう。バッチ何個っていいね。なんか、何年もやってない会話だ。あ、懐かしいな、ね。よし。という感じで、こうご期待、ゆるい回で、よかったと思います、うん。こういう会話を日常的にしてます。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございます。